8月2日、野栗神社で夏の例大祭が行われました。野栗神社は1300年前に建立されたと言われている歴史のある神社です。神社には大和武尊命の妃である音橘姫が祀られています。かわさげは神様のみそぎのために行われている神事で、おみこしを川に下ろし清めます。途中、神主さんが山奥にある元の社があった場所へ向けて声を上げ、お祭りが行われることを報告します。元気のいい掛け声やお囃子が響く中、小麦団子などのお供え物も川へ運ばれます。川に到着したおみこしは、みそぎの場である台座の周りを参集します。77個の小麦団子を野栗神社の子供とされている他の神社に捧げるため、神主さんが川へ流します。川下げの後、神社では野栗大大神楽が奉納されました。鬼神の舞ではお供え物の餅が配られ、賑やかに祭りを締めくくりました。